重な映像になると思います。あ、そうですか。そこで全部必要なんで、ファンに先生やってからってくださいみたいな。まあ、コント君とは結構しょっちゅう会ってるんで、あんまり久々な感じはしないんですけど、鉄拳側の彼はですね、ぜひとも今回のプレイでですね、このそういうのを鉄拳もこの参戦していただくことをすごく期待しています。僕と記者の戦い以上にちゃんとした動きをしてますよね、これね、やっぱり。まあ、本当はこういうゲームなんだっていうのを分かっていただけると幸いです。でも私の色気に楽譜の方が先ほどの記者の質問であったサラか少女時代どっちが好きなんだって話なんですけど、僕は少女時代派です。で、あとカナラの少女時代の女が多いよったこと、女の少女時代の女と出会ったの少女時代だと好きだ。まあ、理由は単純に人数が多い方が僕は嬉しいだけですけどね。単純に単純に好きな何か大変と小学校は、まあ、どうでもいい話を聞くのか、しゃべるなっていう声明が来たので、ちょっと一応またゲームの方に戻しましたね。クルネゲームはちゃんとかまじくがね、しとるけども、衝撃みたい。鉄拳側の触り心地、鉄拳側のタッチ感っていうのはですね、なるべく残していこうと思っています。最高調芸をったのは、手高みなタッチ感手で浅い力を持つのが好きだ。でもちろんコマンドであったりとかゲームが違うので完全再現するわけにはいかないんですけども、鉄拳をやっていた人がですね、そんなに深く練習をすることなくすんなりと入っていけるような、ゲーム性、ゲームのフィーリング感っていうものはですね、持っていきたいなと思ってます。よしこれ다른ゲームにてよね、クロスベース같은걸완벽히재현하기는힘들었지만요최대한활용을실시했던결과팬분들이시라면하시면서그아무렇게어려움없이장애를크게느끼지않고아마접하실수있는그런그터치감이나지각적인살리지않았습니까。でそのフィーリング感に関してはですね、我々新しい、ノムビルドをですね、結構頻繁にナムコさんの方へ持っていってですね、鉄拳チームの仕事の邪魔をしながら鉄拳チームからですね意見を聞いているので、だいぶ精度は毎回上がっていってるんじゃないかなと思ってます。저희가이렇게새로운버전을만들때마다항상철권측에가져가서한번해보달라고하고의견도다듣고막이방해하는것까지그렇게하고있으니까요경기쪽입장에서는상당히높을것같고요。まあ、このようなですね、演出技っていうのは鉄拳なかったものなので、非常に鉄拳ファンの方は気持ちよくこのフィニッシュを決めれるんじゃないかなと思ってます。で、いろんな演出技でよく最高ですよ、もちろん最高フェスに好きなんではないので、中国系特定を見始めていこうと思います。さすがプンコ君は様々なイベントで設置されている私有台を触っているかもしれないので、だいぶいいストリートファイターズ鉄拳らしい動きをしてますので、ね、역시국민고마님께서는여러이벤트에서많이접해보셔서그런지굉장히좋은움직임을보여주시고있어요。これ今ご覧の通りですね、やはりワンマッチの時間っていうのは結構長いんですね。で、様々なそのインターバルが中に用意されてあるので、非常にこう初心者の方であったとしても瞬殺される、もうラウンドワンが始まってすぐやられてしまうということはないようなゲーム性になっています。지금보시는것처럼이렇게하나의매치가굉장히긴시간장시간이어지게됩니다。그렇기때문에아마초보자라고해도순식간에당하고끝나버리는그런게임진행되는것과그렇진않을거라고생각합니다。ストリートファイターもですね、来年で皆さんの応援のおかげで25周年を迎えます。ストリートファイターも、あまり、くどがん、皆さんに、많이、사랑해준덕에、내년에、25周年を맞이합니다。25年って言うとですね、もう20歳でゲーム始めた人はもう45歳、30歳でゲーム始めた人はもう55歳なんですね。そうすることによって、親子、もしくは孫っていう世代の離れた人たちもですね、プレイしてもらえる可能性があると僕たちは思ってます。で、25年のイオンタイトルに関しては、まあ、20歳で契約した人は35歳、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 35歳
뭐 자식 아니면 손자들과 게임을 즐기실 수 있겠죠. 네, 두 선수 모두 수고하셨습니다. 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다.